写真拡大。西武 10-2 オリックス4日、ホット神戸。西武の外崎治田内野手が4日のオリックス戦、ホット神戸で先制ソロを含む2本塁打を放ち、チームのカード勝ち越しに貢献した。外崎が1試合で2本塁打を放つのは初めてで、打点も86に到達。パリーグの打点ランキングの上位4人を西武の選手が独占する形になった。直近2試合で6三振と3安打だったが、この日は第1打席で先制ソロを放ち波に乗った。1点リードで迎えた7回には、西一、二塁から23号スリーランを放ち試合を決定づけた。追い込まれる前に打ちたかったと、2本の本塁打はいずれも1ストライクから積極的にバットを振った結果だ。三振は続いてしまっていた。追い込まれる前にスイングができるように心がけた。積極打法でタイミングを合わせ、スタンドにアーチをかけた。今季は主に3番や6番を打ち、ここまで稼いだ打点はキャリアハイの86。外崎は打点について、自分でどうこうできる数字じゃないし、多ければいいわけではない。一試合一試合、大事な場面で打点をつけられるようにと考えていますと、控えめに話していた。安藤かなみ。かなみ安藤。